皆さんこんにちは、角川のりこです。いやー夏ですね、暑いということで、今日のテーマは日本の夏を代表する扇のような植物、こちらを使って2作ほど生けていきたいと思います。それでは本日の花材がこちら。はい、ということで改めまして本日の花材、まずはこちら、今日のテーマとなった扇のような植物、ヒオウギ。まさに天狗のうちわのような面白い花材ですよね。こんな感じで一本の茎から葉っぱがだんだんについていて、それが扇のように広がってこのような歌詞をしていると。で、お花はですね、ちょうど今の夏の時期にこのような半の入っているオレンジ色の綺麗な花を咲かせます。ちょっと怪しげな色合いがまた魅力的なお花ですね。で、このお花はいわゆる一日花と言われておりまして、今綺麗に咲いていますけど、今日にはもうこんな感じでしぼんでしまうと言いますか、まあ枯れてしまうんですよね。本当に1日しか持たないお花なんですけど、ただ先の方をご覧いただくとこんな感じで、まだまだ開きそうなつぼみや明日の朝には開きそうな花がたくさんついています。ですので次から次に咲いてくるお花を楽しめる、そんな植物になります。花が枯れるとこんな感じになりまして、この後このくしゃっとなったのがポロッと落ちて、こんな感じで先端が切れたようになるんですね。つぼみや開きそうなお花はこんな感じで先端がツーンと尖ってるんですけど、花が落ちるとこんな感じになると。ということで、このヒオウギを買う際はなるべくこのつぼみの部分がたくさん残ってるものを買うと良いです。あと今お話したように、このお花というのは1日で枯れてしまうので、綺麗に咲いてるものをたくさん選ぶよりは、やはりこういうまだつぼみの状態がたくさんついてるのを選ぶのをお勧めします。その方が長く楽しめるんでね。今日も花屋に寄った際にほぼ花が落ちてないつぼみの状態のものもあったんですけど、こんな感じで皆さんにご紹介できればと思い、花が咲いてるものや枯れているもの、花の落ちてしまった茎の部分、そういったついてるものを選んでみました。水揚げはとってもいい花材なんですけど、まあそんな理由で今日も生けてる最中にこの花、もしかしたら終盤ではもう少ししぼんでくるかもしれないですね。で、このヒオウギという植物は日本では古くから親しみがありまして、よくね、生け花でも用いられる花材なんですけども、日本の三大祭りの一つ、京都の祇園祭りの祭り花、祭花ともなっています。これはもともと祇園祭りというのが怨霊の怒りを鎮めるために始まった祭りになりまして、またこのヒオウギも古くから悪霊を退散するために用いられてた植物になるので、まあちょうどね、今のこの夏の時期にかぶったというところで、祇園祭りの時期にお祭りの風物詩としてお家の玄関など至る所にヒオウギが飾られてたんですって。今ではね、だいぶ少なくなってるみたいなんですけど、きっとこの特徴的な形からこう風を仰ぐことで悪霊を追い払っていたんでしょうね。で、私このヒオウギってこの YouTube でご紹介するの初めてなんですけど、なんか以前にこんな話したなと思ったら、こちらの動画ですね。この真っ黒い実、ヌバタマというのはヒオウギの種子にあたりまして、これはこれでとても面白い植物なので、またお時間あります時にぜひ合わせてご視聴してみてください。あと2種類はこのチャンネルでもよく登場している植物なので、さっくりとご紹介していこうかなと。ということで、まずはこちらがトルコキキョウ。これ人へのものも以前に生けたことあるかな。トルコキキョウというと八重咲きですごく華やかなお花っていうイメージなんですけど、元はこういった一重咲きタイプのものが主流だったみたいですね。まさに日本の秋を代表するキキョウを彷彿とさせる、とっても綺麗なお花ですね。花持ちがとってもいいというのと、一本からこんな感じでたくさん花が咲いているので、お家で生けて飾るのにおすすめの花材になります。八重のタイプだととっても華やかなんですけど、ザ・洋花っていう感じになってしまうので、今日はヒオウギを主役に和っぽい雰囲気でまとめていければなと。最後にこちらが雪柳。これも登場するたびに毎回ご紹介しているんですけど、春には雪のように綺麗な花を咲かせ、夏はこんな感じでグリーンがとっても爽やかですし、秋はまた紅葉でもとっても綺麗な花材なので、春夏秋と四季を楽しめる、そんな枝物になります。また枝の一本一本がとっても軽やかなので、今日はこの雪柳の枝の表情、動きを生かしてシンプルに生けていこうかなと。そんな3種類のお花と、器がこちら、うちの家元が作った織部焼のシンプルな水盤ですね。これに剣山を使って2作品ほど生けていこうかなと思います。よし、それでは実際に生けていきたいと思います。まずはこちらのヒオウギを生けていく。で、このヒオウギ生けるのがとっても難しい。私も実は動画ではあまり撮りたくなかった植物。じゃあ生けるのに何が難しいかというと、まあ、いろんなことを考えなきゃいけない植物なんですよね。まず一つ目はその存在感。なんせ一本でこんだけ立派なので、このヒオウギという植物はこれを主役にするべきなのか、脇役として扱うべきなのか。
それがものすごく中途半端というか難しい植物なんですよね。で、主役として扱おうと思った場合、この子がドーンと来てあしらいの花を足していくことになると思うんですけど、いかんせんこの子の主張がかなりすごいので、どうやってそのあしらいの花を混ぜ込んでいくか、その取り合わせというのもいろいろと考えなければいけない。そしてこの子を脇役、副材にした場合、まあ脇役にしてはかなり主張の強い植物なので、この主張に負けないぐらいの強い枝物なんかをこうぐわっと張らせると多分綺麗にまとまるんでしょうけど、それぐらいのやっぱボリュームというかサイズ感が必要になってくるので、ドウダンツツジなんかを上にふわーっと張らせるととっても綺麗に飾れるんじゃないかなとは思うんですけども、まあそんなところで脇役に使うとしてもなかなか難しい。そして2つ目の難しいポイントとして、葉っぱがこのように扇状に広がってるのですごく面の強い植物になるんですよね。ですのでこの開いた部分を正面にベターっといけてしまうと、なんて言うんでしょう、平面的と言いますか、まさにベターっとしたようなお花になってしまう。あしらいの花もこの面に対して前に立つのか後ろに立つのかとか、立体感も考えるとどう調和させるかというのが、まあ、なかなか難しい。でこのままくるっと回していくとこのようにいけてしまうと、逆にこの非扇の特徴である扇のような広がりがほとんど線に見えてしまう。まあ、生け花って正解があるわけじゃないので、このスラッとした感じを生かしていけることもできれば、さっきの面でベタッと見せた、これはこれでまた面白い表情なので、これを生かしていくということもできるんですけど、まあ、何はともあれこの角度というのもとっても大切になってくる。そんなところがまた一つ難しいポイントですね。また下の部分から葉っぱを落とすことで、こんな感じで少しコンパクトにすることができまして、あまりにこのベタっとした面が強い場合はそうやって軽くすることもできるんですけども、これもあんまり落としすぎてしまうとさっきお話した非扇らしさがなくなってきてしまうので、どこまでねこの非扇らしい扇を生かしつつ生けていくか、そこもとっても難しいポイントになってきます。で、伝統的な型のある生け花、古流では生花と呼ばれてるんですけど、こういった古典的なお花で一種類で生けるととっても綺麗でして、それこそね、祇園祭りの時とかにこういった古典花が床の間とかに飾られてたみたいなんですけど、まあね、今ご紹介したところからこの非扇と取り合わせるお花というのが一つ難しいポイントかなと、そこも今日の動画を通して参考にしていただければと思います。ということで、このまんま生けてしまうとかなりざっくりとしてしまうので、まずはこの葉っぱの部分で短く落としていきましょうか。で、1作目はこの扇の形をシンプルに生かした作品を生けていきたいと思います。ということで、何もいじらずにまずはこのまんま生けるんですけども、これも今お話したように角度によって見え方がガラッと変わってくるので、どうやって生けていくかっていうところなんですけど、やはりこのまんまだと面がかなりベタッと強いので、今日は少し傾けることで面の強さを和らげつつ前後にも立体感をつけていこうかなと。こんな感じかな。これで先ほどのような面の強さというのを和らげつつ、非扇の特徴である扇状の開きが綺麗に出たんじゃないかなと。そしたら続いてこちらの雪柳を生けていく。で、先ほど主役と脇役の話をしたんですけど、今日はですね、やはりこの非扇をちょっと主役にしたいので、まあ枝物らしく雪柳は伸びやかに生けたいんですけど、軽い線をスーッと飛ばすことでこの非扇の存在感をより印象付けられればなと。まあ本当に非扇は難しいですね、生けるのが。ということで、バランスを見つつ1本目は高めにヒョロヒョロっと雪柳の先端の表情をしっかりと見つつ生けていく。ちょっと画面越しだと上が切れちゃうか。1本目はこんな感じでヒョロヒョロっと飛ばす。2本目もバランスを見た感じですと、この辺にこんな感じでフッと飛ばしましょうか。非扇の葉っぱがこっち側にスラッとついてるんでね。2本目は少し短めに生けていく。こんな感じで軽い線を2本ススッと飛ばしてみました。そしたらシンプルなお花でしたらもうこれでいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと華やかさに欠けると言いますか、もう少し華やかにしたいという場合は、最後にこちらのトルコキキを混ぜ込んでいこうかなと。で、これもまたこのまんまふさっといけてしまうとすごく大味になってしまうので、枝分かれしてる部分で要所短く切りながら長短をつけて混ぜ込んでいきたいと思います。高い位置にもちょっと混ぜ込んでいきたいですね。高い部分は軽めでいいんですけど、これどっち残しましょうかね。両方ともこうしっかりと長短がついているんですけど、こっちは花2輪だけで、こちらはつぼみも1個ポーンとついています。つぼみも本来だと味になるんですけど、上を重たくしてしまうと今日の主役である非扇の花が少し霞んでしまうかもしれないので、まあ、つぼみ1個ぐらい全然関係ないんですけど、シンプルに花2輪の方を今日は残していこうかなと。こちらですね。そしたらまずはこの一番長いのを生けていく。非扇の葉っぱの後ろからチラッと見えるような感じで、あくまで非扇が主役なので、
その檜扇の花の高さより低めに抑えています。そしたら長短をつけつつ他のトルコキキョウも生けていく。でこの時のポイントなんですけど、今檜扇の葉っぱのこう後ろから花を入れたんですね。これ全部檜扇の葉っぱの前に花が来てしまうと、この檜扇の葉っぱの面を境に一体感の感じないお花になるっていうんですかね。こちら側がトルコキキョウ、そしてこっち側が檜扇と雪柳っていう感じで分かれてしまうので、後ろにもこういったお花がチロッと入ることで作品全体の立体感と一体感というのを出すことができます。ということで2本目は中ぐらいの位置に、こんな感じで長短をつけつつ混ぜ込んでいく。もう一本もちょっと後ろめに生けていきましょうか。最後一本短いのは手前に生けていきます。こんな感じで、今日はあえてネジ目の葉っぱを選んでこなかったので、こちらの石を巻くことで水の部分をすっきりと見せていこうかなと。こんな感じでカラカラっと、これで一作目、檜扇の姿をシンプルに生かしたお花が生き上がりました。はい、いかがだったでしょうか。いやー、やっぱ檜扇という花材は難しいですね。また最初にお話したように、やはりお花もみるみるとしぼんできてますが、これから早速2作目いきたいと思います。ということで、ちょっともったいないんですけど1回すべて外してしまって、で個人的には2作目の生け方の方がおすすめと言いますか、皆さんにとっても生けやすいんじゃないかなと。最初の1作目はなるべくこの檜扇の自然の姿、扇状の歌詞というのを生かしていけたんですけど、このまんまですといかんせんかなり大味なので、まずは1枚1枚葉っぱを取ってしまうと、こんな感じで1枚1枚取っていくと。もしこの檜扇2本とかでいける場合は、こうやって下の部分葉っぱを取ってしまうと、さらにこの部分短くしていけることができるので、そうやって2本それぞれに長短をつけていけてあげると、まあ綺麗にまとめやすいですね。こんな感じですね。葉っぱの部分と花の茎の部分で分けてしまう。そうすると葉っぱは葉っぱで生けることができて、こちらの花の部分も低く抑えることができるので、完全に脇役、副材として生けることができると。以前にこの手法を使ってインスタグラムでもこんな作品をアップしてるんですけど、これは檜扇の葉っぱを生かした造形的な現代化になりますね。こうすることで檜扇を生ける上でいろんな選択肢が増えるので、一応補足しておきますと、さっきのお花もあれが正解というわけではなくて、まあ何か皆さんがお花を生ける上で参考になっていましたら幸いです。ということで、まずはこの檜扇のお花の部分を生けていく。この部分の茎の曲がりも面白いので、これはここで落としちゃいましょうか。あとここでも枝分かれしてるので、この部分でも落としていく。こうすると檜扇の花も3パーツに分けることができましたね。そしたらそれぞれ長短をつけることもできるので、とっても生けやすくなります。まずは一番長いやつ、これは本当につぼみが次から次に咲いてくるんでね、そんなところも楽しめるお花になります。これ本当に茎の動き面白いですね。せっかくだから葉っぱも取っちゃいましょうか。こうするとよりこの茎の動きが出てくるんじゃないかなと。まあ写真に撮るとちょっとわかんないかな。この後葉っぱも入ってくるからな。こんな感じで、ここに檜扇の葉っぱも味付け程度でいいんじゃないかなと。とりあえず2枚入れていきましょうか。あれですね、この形はイカの骨のような形してるな。とりあえず1枚、ちょっと扇状に広がるように生けていきましょうか。小さいのをもう1枚、こんな感じかな。そしたら先ほど同様、雪柳だけでもいいんですけど、まあ、せっかくトルコキキョウあるので1作目との対比というところでこちらも生けていく。これはもう先ほどのように長短をつけつつふわふわっと混ぜ込んでいくと。これはもう決まりがあるわけじゃないので、バランスを見つつ寂しいところにこんな感じで混ぜ込んでいくと、檜扇のこの茎の面白い曲がりも相まって、なかなかね面白い世界出来上がってますね。そしたら先ほど同様、最後にこちらの雪柳を2本ふわっと飛ばして完成。ちょっと先ほどと雰囲気変えていきましょうか。1本目はこんな感じで縦にスラッと、もう1本は1本目に対してつかず離れずの位置で生けていく。
こんな感じかな。これでヒオウギを使った2作目のお花が生き上がりました。はい、いかがだったでしょうか。今回生けた扇のような植物ヒオウギ、生けるのがねなかなか難しいお花ではあるんですけど、日本の夏を代表するお花ですので、ぜひ今回の動画を参考にチャレンジしてみてください。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。